関空快速は、西日本旅客鉄道が、大阪環状線関西空港駅で運転している、快速列車である。紀州寺快速は、同社が、大阪環状線、天王寺駅和歌山駅、海南駅、湯浅駅間で運転している、快速列車である。なお、本港では、過去に、関西国際空港アクセスに供した、快速列車についても記述する。阪和線、 関西空港線と大阪環状線を結ぶ快速列車である。関空快速、奇襲寺快速は、大和寺快速、宮古寺快速、丹波路快速と同じく快速列車の種別の一つであり、快速列車の愛称名ではない。大阪環状線内で快速運転を行い、関空快速は関西空港駅と紀州寺快速は和歌山駅、海南駅、 湯浅駅、小坊駅と大阪環状線京橋駅、天王寺駅発着で運転されている列車、及び大阪環状線に乗り入れず、天王寺駅阪和線ホーム初つながら、天王寺駅ひねの駅間で、関空快速と並結運転する、快速列車を、関空快速、奇襲時快速と称する。百九十四年六月十五日、関西空港線の暫定開業に伴い、 天王寺駅関西空港駅間で快速列車の運転を開始した。この列車が関空快速の起源とされる。なお、一部列車はひねの駅より開始の快速を関西空港駅まで延長を運転する形での設定であった。9月4日には関西国際空港が開港し、関空快速として JR 南場駅大阪環状線への直通を開始した。日中は 天王寺駅関西空港駅間で京橋駅発着の列車と JR 南波駅発着の列車が並結運転されていた。JR 南波駅発着の関空快速は2008年3月14日で廃止されている。なお、1996年3月16日から1998年3月31日まで JR 南波発の列車に限り指定席が設定されていたが、 後日の関空特海ウィングと同様に廃止された。和歌山へ向かう223系奇襲時快速1999年5月のダイヤ改正で、和歌山方面大阪間の利便性向上を図る目的で、関空快速と並結する形で運転が開始された。奇襲時快速の設定までは、ひねの駅和歌山駅間の快速を含む定期普通列車は、 国鉄車両が中心であり、大きく快適性が向上した。また、早朝、深夜の新大阪駅発着以外のほぼすべての、快速は、天王寺駅止まりで、新大阪駅、京都駅発着の南紀系統の特急列車も、梅田貨物線経由のため、大阪駅には乗り入れておらず、大阪駅に行くには必ず1回は必要であった。乗り換えが不要となった。運転開始間際には、 和歌山駅にその特徴を記した垂れ幕や、告知看板を掲げていた。関空快速奇襲寺海賊の設定により、天王寺駅での乗り換えが不要となったことで、阪和線を沿線から大阪北の玄関口である梅田をはじめたの、大阪環状線沿線への利便性が向上し、潜在需要の掘り起こしにも成功している。関空海賊と奇襲寺海賊は、原則大阪環状線。 天王寺駅ひねの駅間で、並結運転されるが、一部関空快速及び、奇襲時快速の単独運転となる列車がある。日中と夜間は1時間あたり4本運転されている。日中は、鶴岡駅と上野芝駅で普通を追い越し、東岸和田駅で区間快速と、環球接続を行う。一部の列車は、泉府中駅と泉砂川駅で特急の通過待ちを行う。 奇襲時快速は2011年3月12日のダイヤ改正で午前中を中心に関空快速と並結しない奇襲時快速のみの8両編成の列車や既成本線からの直通列車も新設され2015年3月14日のダイヤ改正では平日ダイヤのみではあるが海南行きの列車が2018年3月17日のダイヤ改正では平日早朝に湯浅行き 終日深夜に五行きの列車が新設された。阪和線内では特急、はるかや黒潮との格差が年々大きくなってきている。一部の奇襲時快速は阪和間で2本の特急を退避する列車も存在する。平日朝ラッシュ時にはダイヤ城大阪環状線内を快速運転する意義が薄く、同線内を各駅に停車する直通快速として運転される。 また2011年以降は、リンクータウン駅で時間調整のために4、5分ほど停車する列車もある。環状線内は、福島駅を境に、西球場方面に向けて通過運転を行うが、公式上は、大阪駅を境に、快速運転各駅停車へと切り替わる、胸の案内がされている。木の国線の一部の快速電車が、和歌山より、奇襲時快速となり、 半和線へ直通するが、その場合は、木ー田辺駅五房駅の間の各駅と、キー浦駅、湯浅駅、藤並駅、三島駅、鴨郷駅、海南駅、黒駅、君井寺駅と赤山駅に停車する。奇襲時快速は、2011年3月12日のダイヤ改正で、朝ラッシュ時以外に運転される夜間、下り平日ダイヤの2本、度、 休日ダイヤの3本を除いて、全列車が、熊取駅、ひねの駅和歌山駅間で、各駅に停車するようになった。さらに、2014年3月15日のダイヤ改正で、夜間の列車も熊取駅、ひねの駅和歌山駅間の各駅に停車するようになった。全列車が、追加総合車両所ひねの支所属の2 2 3系0 2 5 0 0番台。 225系5000.5100番台で運転されている。関空快速は1996年3月16日から1999年5月9日までは6両プラス2両の8両編成で運転され、日中の一部列車は関西空港寄りの6両が京橋駅発着、天王寺寄りの2両が JR 南波駅発着で運転されていた。また、 上り列車で、ひねの駅で切り離しを行う列車も、夜間を中心に多く設定されていた。1999年5月10日のダイヤ改正で、関空特、海、ウイングと関空快速の座席指定席車両を廃止し、6両と2両だった、編成を5両と3両に組み替え、大阪環状線への直通列車については、大半の列車を、ひねの駅で、奇襲時快速を、 増解決するダイヤに変更した関空快速は、奇襲時快速を並結しない列車もあり、これらは3両5両6両8両のいずれかで運転されていた。奇襲時快速の運転開始当初は、関空快速と奇襲時快速が並結する列車は、日中は1から5号車が関空快速、6から8号車が奇襲時快速で、ラッシュ時は1から5号車の5両が奇襲時快速。 6から8号車の3両が、関空快速で、時間帯によって、連結順序が逆転していた。夕方と休日の夜間は、関空快速、奇襲時快速ともに3両編成の列車もあった。2008年3月14日より、関空快速、奇襲時快速の使用車両を、新造及び組み替えの上4両編成に統一し、関西空港、和歌山よりの4両は、 関空快速、大阪寄りの4両が、奇襲時快速に統一され、下り列車に限り時間帯によって、連結順序が逆転する現象は解消した。関空快速の種別幕、奇襲時快速の種別幕、関空快速の種別幕、関空快速の種別幕本、列車群に用いられる2 2 3系、2 2 5系は、関西国際空港へのアクセス列車として使用される。 ため、自動放送装置を設けており、関空快速の運転開始。当初から大阪駅関西空港駅間の車内では、日本語英語の順で自動放送を行っている。インバウンドによる外国人利用客の増加に伴い、併結の奇襲時、快速への誤乗も増加し、2015年11月下旬より、中国語韓国語も加えた。4。カ国語による自動放送を開始した。ほか。 車掌が奇襲時快速の車内で外国人を見かけた際には4カ国語で5乗車の車両は関西空港へは参りませんと書かれたカードを手渡しするなど5乗対策を強化している。なお、元は仙南市の男性が奇襲時快速の車内でなかなか関空快速に乗り換えようとしない外国人を見かねて、 見振り手振りで、関空快速へと誘導したことに始まり、その後はボランティアで、ひねの駅ホームにて誘導を行いつつ、JR 西日本に五条対策の強化を訴えたことがきっかけとなっている。なお、これに合わせて、関空快速停車駅の駅構内にも注意を促すポスターの掲示や、主要駅ホームでは中国語と韓国語を加えた案内放送も導入している。 2017年からは日中時間帯の列車を中心により詳細型になった4カ国語対応の自動放送が導入された。こちらは車掌が所持しているタブレット端末によって車内自動放送が行われ新たに自駅案内、ドア開閉方向、混雑時案内、他車線の乗り換え案内などが収録されている。導入後も 従来の車載型自動放送も並行して使用されており2020年頃から車載型自動放送も一部4カ国語対応となった2014年度より路線記号の導入に合わせて大阪環状線域の列車は赤色のラインカラーに大阪環状線の路線記号を表示した種別幕が関西空港域の列車は青色のラインカラーに 関西空港線の路線記号 S と飛行機マークを表示した種別クが和歌山方面行きの列車は大色のラインカラーに阪和線の路線記号 R を表示した種別クが使用されている。その他にも JR 京都線などを表す A を表示したものも存在する。1995年4月20日のダイヤ改正で登場し、1999年5月10日の ダイヤ改正まで運行された列車である。半和線における特別快速各の列車は1978年に新快速が廃止されて以来約17年ぶりの復活であった。さらに目玉として指定席を一両設定した。停車駅は大阪駅、天王寺駅、堺市駅、大鳥駅、泉府中駅、ひねの駅、 リンクルタウン駅初期段階の報道では、停車駅は天王寺駅とひねの駅のみで、大鳥駅とリンクルタウン駅は停車を検討中としていたが、関空海賊の一部を置き換える形での運行が決定したことと、乗降客の多い堺市駅と泉府中駅の乗車機会の減少を防ぐため、最終的にこれらの駅もすべて停車とされた。結果、 当時の関空快速との停車駅の沢西九条駅、弁天町駅、新今宮駅、東岸和田駅、熊取駅の5駅となった。運転本数は設定当初は日中に1時間ごとに折り7本上り6本が設定されていたが、1996年3月16日に京橋駅を増発して7往復となった。指定席は車掌による検察を容易にするため、 両方向とも最高尾車両とされ、指定席、自由席の案内プレートが備えられた。また、後に JR 南場駅発の関空快速にも指定席が設定された。しかし、自由席と座席は変わらないため割高感もあって、指定席の利用率は終始極めて悪く、また、指定席であることを知らなかった客による、 五条も耐えなかった上に自由席の混雑に拍車をかけたため、利用者からの苦情も多かった。加えて、期待された大阪駅関西空港駅の直中輸送でも、鉄道の停止性の高さをもってしても高速道路の渋滞の少なさから、本数の多いリムジンバスより優位に立てなかっただけでなく、大阪環状線内は無停車であったためにこれも、 五条が多かった上に追い越しもできず続行運転となったため速達性を発揮できないなどデメリットばかりが目立つようになったため1999年5月10日のダイヤ改正で阪和線の快速列車再編に伴い廃止された。なお指定席の設定は JR ナンバ発の関空快速では1998年10月のダイヤ改正で関空特、海、ウイングでは 編成組み会のため、ダイヤ改正前に順次廃止された。合わせて、関空快速に号数を付す必要がなくなったため、号数表記も止めている。1995年12月から、年末年始や春、秋の降落期など、季節限定で土曜、日曜、祝日につ日た往復、姫路駅関西空港駅間にて、臨時特別快速ウエースと関空が運転されていた。 ただ、関西空港行きは、大阪駅から乗ると大回りとなり、定期列車より余計に時間がかかったこと、また姫路行きは、ルートの都合で、大阪駅には停車しなかったため、共に利用客は終始少なく、1999年1月以降は、運転されていない。関西空港行きの停車駅は、加古川駅、西明石駅、明石駅、神戸駅、戸駅三宮駅、芦屋駅、 天がさ駅、大阪駅、新大阪駅、天王寺駅、堺市駅、大鳥駅、泉府中駅、ひねの駅、リンクタウン駅であった。新大阪駅では11番ホームに乗り入れて、同駅にてスイッチバックし、梅田貨物線を経由しに市球場駅で、大阪環状線に乗り入れていた。姫路駅は、新大阪駅までは、関西空港駅と同じ停車駅であったが、 新大阪駅発車後はそのまま直進し、追加信号上にてスイッチバックを行い、新大阪駅北側の北方貨物線を経由し、鹿島駅手前で JR 神戸線に合流して、三宮駅まで停車せず、三宮駅からは新快速と同じ停車駅であった。2018年9月8日から17日にかけて運転されていた、ン空タウン行き関空快速。ありがとうございます。